はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時20分を回りました。10月3日のまったりとした午後でございまして、ふわっとしてますけど、さて、ヤフーニュースにで見つけましたこんなニュースございましてですね、今日の9時24分配信、ワウコリアですね、韓国でマンションを爆買いする中国人投資家…韓国人から不満もというタイトルでして、ちょっと読みましょうか。中国人の韓国不動産ショッピングに対する反発世論が高まっている。27日韓国メディアのデジタルタイムズによると、今年に入り韓国大統領府の国民請願掲示板に、中国人など外国人の不動産投資を規制してほしいという書き込みが相次いでいるという。お隣さんの大統領府にはですね、掲示板っていうのがございまして、なんかわざわざ作らんでええやんと思うんですけど、そこに国民が誰でも書き込めるんですね。で、その同意がですね、20万を超えたらですね、その書き込みじゃないですよ、同意が20万を超えたらですね、大統領府として何らかのコメントをしなあかんというルールになっていて、お隣さんってね、こう民情なんたら感っていうのがあるぐらいでして、その世論というものを割合気にするんですよ。で、常治政治なんていう言い方がありまして、情で治める政治ですね。日本は法治国家っていうことになってますけども、そのつまり情緒を優先すると、国民がどう思ってるんや、どんなことに怒ってるんや、どんなことに悲しんでるんや、どんなことに喜んでるんやということを組み上げて、それを政治に、それで政治を反映すると、それを政治に反映するというようなことをやろうとするシステムがあるんですね。まあ日本でも世論調査というものがありますから、ある程度ですね、こう政治家たちがそれを信釈してですね、発言をしたりとか政策を作ったりとしますけども、向こうはそれをシステム化してるわけですね。それを組み上げる、わざわざこうポストを、政治的なポストを作ったりもしてるわけですね。彫刻なんか昔、民情なんたらかとかでやってましたね。で、大統領府にはそうやってその国民の声を聞く掲示板みたいなのがあって、ただなんていうか、こう荒れるだけちゃうのと僕なんか思うんですけど、そんなことしてもね。もうちょっと続けましょうか。今年7月、大統領府の国民請願掲示板に掲載された外国人の不動産投資を規制してくださいという投稿には2万2041人が同意するほど多くの関心を受けた。だって2万人でしょ日本をなんとかせえとかって言うと、すぐにウェーって10万ぐらい集まるんですよ。請願人は外国人の場合、資金調達計画や資金の出所調査が韓国人に比べて透明でなく、調査もまともに行われないと指摘した。なんで調査する必要があるんでしょうね。日本は外国人が不動産買えますけども、それに対する正式な調査というか、はないはずですよ。どんだけ外国人がこういうのか分からへん。あれをね、登記を調べれば分かるんですけど、じゃあ今年外国人がどんだけの不動産買いましたっていうようなデータは日本にはないです。はい。このため外国人が登記して不動産価格を引き上げれば、登記ってあれですね、投資の投げるに機械の木ですね。登記して不動産価格を引き上げれば、結局その価格で韓国人も取引することになり、被害をそのまま被る。被害って言うんですかね、それ。市場価格上がってるってだけの話ですよ。適切な対策がなければ、規制しなければならない。と主張した、要は規制せ、外国人の不動産の投機的な購入を規制せえと言ってるわけですね。まあ、日本でもそういう意見はありますけど、私は賛成しかねますね。いやん、こんな、こうでくれんやって、売ったらええやん、どんどん売ろうなっていう。もういくらでも売ったらええやんって、そのね、軍事的なね、例えばね、アメリカの軍艦とか基地が全部見えるような土地を中国人が買うっていうのは、それはよろしくないかもわかりませんけども、その辺のマンションとかビルとかいくらでも買うてくれたらええやんと思いますけどね。ほとんど気にしないんで。不動産売買の、なんて言いますかね、ご相談を受けたまってるとですね、時々外国人には売りたくないというオーナーさんいますね。だから聞くんですよ。これいいんですか、相手が中国人でもって言ったら、いいよいいよという人と、いや、それは嫌やという人がいます。
まあ、別にそれはでも売り主の意思であってですね、まあ、いいよという方がいればどんどん売ればいいやと僕は思いますからね。でも、隣さんってね、割合ね排他的なんですよ。割合ってものすごい排他的なんですよ。だからね、世界でね5000万人以上の国の中でですね、チャイナタウンがないのは多分お隣さんだけちゃうかなという気がしますけどね。他どんな国にもあるでしょ、チャイナタウンって。もちろん日本にもあるでしょ。あの横浜の中華街もあれば、神戸の南京町もあれやですね、今東池袋なんてどっちかというと中華街になってますし、今川口ですかあれもなんていうかチャイナタウンだったでしょ。大体どんな国にもチャイナタウンあるんです。昔のソ連にはなかったそうですけど、今のロシアにあるんちゃいますかきっと。これに先立ち今年5月、ある請願人、請願人とは大統領の掲示板に書く人ですね、中国では韓国人は不動産を取得しにくいが、国内では中国人の土地やマンション所有が増えているとし、相互主義に即して外国人に賃貸だけ、許可すべきという書き込みを持った。相互主義っていうのはこの場合はあんまり好ましくないですね。その例えばじゃあアメリカ人、いや韓国人はですねアメリカで不動産持ってますから、じゃあアメリカ人は韓国内で不動産いっぱい持ってるのかということに、まあ、したとして、ね、中国人だけは持ってへんという国籍差別をしていいんかということになりますね。そうなるとだからこの場合相互主義というのは当たらないと思いますよ。実際、韓国の外国人賃貸業者の中で国籍別では中国人が最も多いことが分かった。韓国の毎日経済新聞は27日、同日の国会国土交通委員会所属で与党の共に民主党のパク・サンヒョク議員が国土交通部から提出を受けた外国人賃貸事業者関連国勢監査資料によると、そんな調べてるんですね。昨年6月時点で韓国内の外国人民間賃貸事業者が2394人と報じた、そんなん一時調べるんですか。日本にはそういうデータないと思いますけどね。国籍別では中国人が685人、過去 37% で最も多いことが分かった。米国人702人、多分韓国系の米国人なんでしょうね。 29.3%、 カナダ人260人、結構おるやんカナダ人台湾人179人、オーストラリア人84人、日本人がおらへんや別におらんでもいいですけど全然、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃ書いてありますけどあんまり意味がないんで置いておきましょう。最後だけ、1日経済誌のイーデイリーによると、30代の中国人がソウル市内になる89億ウォン、なんかこれ日本語変、89億ウォン、過去約8億3500万円のタワーパレスペントハウスを 100% 融資で購入した事実が明らかになった。金融当局の融資締め付けで融資の道が狭くなった韓国人と違って、外国人は海外の現地銀行から融資を受けて韓国の不動産を購入できるため、韓国人の相対的剥奪感が増しているという、まあいかにも愉快なお隣さんらしいものの見方ですね。日本でね、外国人が日本のマンションを買うとなった時に、融資が、永住権のある人は日本人と同じように住宅ローンの対象者となります。ただし銀行融資、日本国内の銀行融資っていうのは、大体2つを見るんですね。1つはご本人の属性です。収入はあるのかないのか、資産があるのかないのかということですね。属性、職業は何かというのを見ます。もう一つは担保価値ですね。そのマンションの担保価値で融資を決めます。でこれは別に日本の銀行じゃなくても、外国の銀行でも基本この2つだと思うんですよね。まあ違うとは思いますけどね、その審査の基準みたいなので。外国人でもですね、そのものすごい属性の言い方はですね、そのどう言いましょうね、銀行がですね、その人自身にお金を貸すということはありますね、担保を取らずに。日本の不動産に担保を設定するのはですね、
あれ外国でもできるのかな。できるんかな。できるんでしょうね、外国の銀行でも。でもそんなことわざわざしてるケースをほとんど見ないですね。外国人が所有という登記簿を見たことありますけども、設定されてたかな、されてなかったと思いますけどね。だからものすごいお金持ちが勝手にですね、どっかの銀行から金借りて、それをこの不動産投資に回してるということでしょ、これは多分、ここに書いてあるの。そんなんあるやん。そんなんあるやん、そんないくらでも、ということですね。外国の銀行からお金借りたらあかんの。あかんことないやん、別に。しゃあないやん、そんなんて。その人が借りてるわけですからね。なかなかだからね、なんていうかね、愉快のお隣さんってね、すごいね、外国に対して警戒が強いんですよ。これは、大体ね、昔ね、植民地を経験した国ってみんなそういう警戒感強いんですよ。下手したら外国に取られるみたいな。だからね、不動産を基本所有できなかったりするんですね。まあ、中国もそうですよね。日本人が所有できるようなできないような、ややこしい制度になってますね。でお隣さんも1997年に IMF がやってくるまで、日本人はほぼ不動産が投資できなかった、所有できなかったと思いますよ。お隣さんの人の名前を借りるとか、そういう方法でないとね。でもそれやるとまたややこしい話になるんですね。俺は知らんとか言われたらもうそれでおしまいですからね。なんで、この記事、まあ、わからないでもないんですけど、お隣さんらしい警戒感が、まあ、プンプンと匂います。で、中国人って別に、なんていうのかな、不動産を買ってね、あの人たち長期所有しませんから、基本的に。そこでね、日本に住んで商売しようという人は長期所有するんですよ。でも大体こうやって爆買いするとかいうその不動産って長期所有というよりも、例えば3億円で買ったマンションというか、まあビルがね、5億円で売れないと、ああ売る売ってすぐ売るんですよ。そういう感じなんです。マンションもそうですね。2億とか3億で買ったマンションが、今やったら4億で買う人おんでとか言ったら、じゃあ売るわって言って、そういう感覚なんですよ。まあ、それがね、こう、価格の釣り上げに、アシストしてるというんであれば、それはまあその通りなんですけど、まあそれでもしゃあないよということですね。まあ、はっきり言って、あんまりね、健全ではないと思いますよ。マンションみたいなものを投機で買うっていうのは。健全な投機ではないと思います。健全な購入ではないと思いますけども、でもまあ買われるものはしゃあないやんということですね。ある程度それは市場に任せようよという世界です。さて、このヤフーニュースのサイト一応貼っときますね。後で取るかもわかりませんけど、ワウコリアからの転載でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。